スノーマン宮舘涼太、ジュニア時代最大のピンチ、ジャニーさんに直談判しに行った。いつも私の拙い動画をご覧いただき心より感謝します。歌舞伎に関わる方、ジャニーズ関係者、團十郎さんがを中心に配信してまいります。チャンネル登録していただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いします。今日はスノーマニアさんの記事を参照してご紹介します。スノーマンは2020年1月22日にメジャーデビュー、19年11月に発足した公式ファンクラブもわずか1年2ヶ月で40万人を突破するなど、ジャニーズグループの中でも最も勢いのあるグループです。そのスノーマンのメンバーである宮舘涼太さん、ジャニーズジュニア時代最大のピンチはスノーマンの前身グループであるミス・スノーマンが事実上の解散となった時だったそう。2009年に結成されたミス・スノーマン、11年にメンバーの離脱、スノーマンのメンバーが阿部亮平が大学受験のためジュニアの活動を中止、これによってミス・スノーマンは事実上の解散となりました。その時宮舘涼太君は故ジャニーズ北川社長に直談判に行ったそうです。俺ジャニーさんに直談判に行ったんです。怒られてもいい、嫌われてもいい、でもミス・スノーマンを応援してくれたファンがいる、その人たちどうすんのって聞かずにいられなくて、そうしたら冷静に言われるんですよ、ユーに何ができるのって。悔しかったですね、図星だった。せめてもの反抗じゃないですけど、ジャニーさんとこうやって話し合うことができるって捨て台詞を吐き捨てて部屋を出て、それからもう言葉では説得できないと思い、とにかくがむしゃらにパフォーマンスでジャニーさんにアピールして、それでもミス・スノーマンの解散という事実が覆ることはありませんでした。2回目を次回発表させていただきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。